ホスホリンは窒素原子の代わりにリン原子を含むピリジン類塩体である。ホスファールンに属する平面方向属化合物であるが方向属性はベンゼンの88%程度である。PC 間の結合調は 173PM、CC 結合調は場所によって違うがおよそ 140PM。 シラベンゼンなどと異なり空気や湿気に対して安定で不活性気体を用いなくとも扱える。この安定性はリンと炭素の電気陰性度が近いことに起因する。金属作体の廃子としてよく研究されている。1966年 MRKL によって対応するピリリウムとリンゲンを用いてに4、6トリフェニルホスホリンが合成された。 1971年、アーサー・ジェイ・アッシュ3によって、無痴漢のホスホリンが合成され、多少空気に敏感だが、加水分解に強く上流可能な液体として得られた。1990年代には、フランスはまずが、繊維金属触媒反応を用いた痴漢ホスホリンの合成方法を確立した。さらに近年では、まずと、グランディによって、 ホスホールからワンポット合成する方法も開発された。ピリジン類延体ではあるが、電子状態はそれとかなり異なっている。ピリジンの孤立電子体は分子のホモにあるため、シグマ共有性が高い。だが、ホスホリンの場合、そのホモルモはそれぞれ ππ 軌道であるため、孤立電子体のエネルギーが低い。そのためピリジンに比べ π 需要性が高く、 シグマ共要性が低い。ホスホリンのリン原子はプラス 0.55E、ピリジンの窒素原子はマイナス 0.67E の電荷化を帯びていることからも、その嗅覚剤との反応性の違いがわかる。窒素の電気陰性度が高いため、ピリジンは嗅覚剤と2位で反応する。だが、ホスホリンの場合、嗅覚剤はリン原子を攻撃し、ラムダ4ホスホリンアニオンを与える。 これはさらに嗅覚剤と反応し、ラムダ5ホスホリンとなる。最近、ラムダ4ホスホリンアニオンが繊維金属に廃強予体として配位することが報告された。メチルリチウムとの反応でラムダ4ラムダ5化合物が生成する、周素化、アシル化などの旧電子置換反応に関しては、通常の方向属化合物と同じである。6因複素方向間化合物。 ありがとうございます。